冗談やからです。今回は比較級というものについてお話をしていきたいと思います。で、オーストラリアに来て改めて思ったんですが、比較することってやっぱ日常会話でたくさんあるなと思いました。なのでしっかり習得をしてコミュニケーションに使えるようになりましょう。で、早速やっていきます。で、まず比較級とは何かっていうところから説明していきます。例えば、何々の方が安い、何々の方が早い、何々の方が好きっていったものですね。二つのものを比べて、何々の方が何々っていうことを表します。例えば英語で言うと、 This coffee is cheaper than that coffee。 このコーヒーはあのコーヒーより安いですになります。 A tiger can run faster than a cat。 トラは猫より速く走ることができます。これらの文って何々の方が何々っていう風に比較してますよね。で、この cheaper とか faster、 そして than っていうのがキーポイントになってきます。使い方、ルールは形容詞または副詞を比較級にしてあげましょう。比較級にする方法は以下の通りです。 er を後ろにつけるだけ。 er を後ろにつけるもの、例えば cool は cooler。 er を後ろにつける単純なパターンですよね。もう一つは more を前に置くパターン、例えば beautiful は more beautiful になります。で、この基本的な見分け方っていうのは、音が3つあるかどうかで見極めるのが基本です。もちろん例外もたくさんありますが、基本それで成り立っています。で、音3つってどういうことかっていうと、例えば beautiful だったら beautiful で3個音がありますよね。なので more をつけるっていう考えが一番論理的かなと思います。論理的で覚えやすいかなと思います。その他例外があるので、動画概要欄にて説明をしておきますので、チェックをしてください。そして good、 well、 bad は特別です。 gooder、 weather、 badder みたいな感じにはなりません。 good、 well は皆さんご存知のように better になります。The bad は worse になりますので、ご注意ください。そして than の使い方の説明をしていきます。これは何々よりを指します。 than の後は主語と比較したいものを置きましょう。 he is smarter than she is、 もしくは her。 文法的に言うと she is で終わらなくちゃいけないんですが、英語ってコミュニケーションを取るものなので、別に文法崩れても伝わればいいかなと思ってます。で、ネイティブでも He is smarter than her って言う人もいるので、まあ OK かなと思ってカッコで書かせていただきました。はい。意味は彼は彼女より賢いになります。次、 It's more expensive than I thought、 それは私が思ったより高いです。こんな風に than の後に説を持ってくることも可能です。私が思ったより more expensive、 高いになります。はい。じゃあ練習問題いきましょう。タクヤは強氏より人気だった。はい。人気は英語で言うと popular ですね。 popular なんで音が popular なんで3語あるんで、どうするかっていうと、そうですね、こうなります。 Takuya was more popular than Tsuyoshi。 はい、 more をつけるバージョンですね。次行きましょう。アメリカに住むよりオーストラリアに住む方が簡単だ。はい、住むなんでこうですね。 Living in Australia is easier than living in USA になります。はい。ちょっとこれテクニカルでしたが、 living で住むことを表して名詞化していますね。彼女は彼より効率的に働いている。はい。これどういうかっていうと、
She is working more efficiently than he is になります。でこれは上二つと違うところがありまして、何かっていうと、この more efficiently は副詞的に働いてますよね。はい、上二つは形容詞的に、more popular、 タクヤはより人気あった、オーストラリアに住む方が簡単だ、どちらも形容詞ですね。でもここの効率的っていうのは working を説明しているもので、副詞的に働いています。はい、こんな風に形容詞、副詞を使って比較することができます。以上です。いかがでしたでしょうか。もし何かわからないことがあればコメント欄で質問してみてください。はい、冗談英会話ではこんな風に英文法の基礎の動画を上げさせていただいて、皆さんの英会話コミュニケーション能力の習得をお手伝いさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 See ya!